それではラビリンス、山本光子さん聞いてくださいね。言葉にならない何かを感じる、危険な男と分かっているのに、心を引き込む優しい仕草、今夜の私は常識なくす。今まで大切に守っていたものが崩れてしまいそう、なぜか迷いたい。求めラブ。